29日パリ五輪柔道女子57キロ級。韓国の巨海美ホミ美壮大、とカナダの出口クリスタ、日本生命、が決勝に進出し、共に日本人の母を持つハーフの対決となった。五輪は初出場で、巨海実は今年の世界選手権優勝者、出口はその前年の世界選手権優勝者。巨海実は東京都出身で、 提供高から壮大に進学し現在4年。準決勝ではシウバ、ブラジルを相手に、ゴールデンスコア方式となった延長戦で、崩れ上司法固めで技ありを奪い決勝に進出した。出口は長野県出身で、松商学園高から山梨学院大卒。準決勝ではフランスのシシケと試合時間9分近くに及ぶ大熱戦の末、 反則勝ちで決勝に駒を進めた。世界ランクは巨海美が3位、出口が1位。写真は AP。